バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬です。唯一帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬の楽しさをお伝えする番組です。そして馬券的中のお手伝いができたらと思っています。レースの解説と予想は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんです。こんにちは。こんにちは。月曜日すごい雨じゃなかった？うん、すごかった、うん、競馬場行こうと思ったらね、もう見逃し運転やめちゃった。なんかね、車で走ってたら交差点に入ったら青信号で入ったつもりが、うん、突然信号が消えたり青かになったりとか。それ経験した。もうびっくり。いろいろもう外回りしてる人たちから聞いたんだけど、その状況は。私は青で入ったんですけどみたいな。信号無視したな。してないな、はい、ということで、そんなこともありましたけれども、うん、雨もありましたが、あの畑を見るとね、うん、芋の花が咲き、うん、そしてちょっとあのお庭に行くと、うん、ラベンダーが咲いて、いい季節になってきましたね。そう、北海道の夏を楽しむ季節になってきましたよ、うん、はい、北海道らしいですね。そう、本当にまさに僕が求めていた北海道、ザ・北海道ですよ。何求めてきたんでしょうか。、はい、いやでもね、畑の芋の花が咲くとね、うんうん、あ、今年もいい季節が来たなっていうのは十勝人としては本当に実感しますよね。皆さんやっぱしね、あの SNS とか見てると、その畑 の, そのバーッとね、爽快な写真とかみんな撮ってあげてますよね。ドライブしてどこ見てるの、桜井さんは？僕は集中してますよ、運転に。安全運転ですからね。あのね、うん、ドライブしていて熊出没の、うん、あの看板見たことある？あるある。おいおい、ある？まあ、今年すごく多くて。マジで？例年よりもあるある。嘘。まさに去年ね、うん、あのね、イクトラと、うん、落合の間ぐらい、うん、南富良野の、うんうん、ちょっとわかります、わかります、うん、あそこで、あのまた車のね、夜遅かったから車が走ってなかったんだけど、うん、あ、なんかいるな。鹿には気をつけるじゃないですか、うんうん、常にね。馬も気をつけないとね、はい、まあ、牛とかね、はいはい、で、あの鹿にぶつからないようにと思ってたら、はい、あのね、白線の絵をね、うん、真ん中を堂々と歩いてるのよ。で、鹿、これなんだろうなんだろうと思って近くに行ったら熊だったの。それはすごい経験だね。もうすごい、振り向いた瞬間に熊、はい、目があったの。もうすぐに警察に通報して。あれにしたことある？あ、ない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 。私も初めての経験だったんだけど通報したんですよ、うんうん、で、こうで、どこですかって、こうでこうでこうで、熊はどこを向いて歩いてましたか、どっちに向かってましたか。熊がどっち向かってるなんて分かんないじゃん。そんなの何、ちゃんといちいち報告しないといけないの？そうそうそう。で、ちゃんと名前は、電話番号は、生年月日は、うん、それは言えませんとか言っちゃったっていうね。姉さんなら戦っても勝てんじゃない？いやいやいや、でも本当に。いや、無視された。今年は熊出没するから本当にドライブも気をつけなきゃなと思ってます。そうですね、はい、安全運転でいきましょう。はい、そんなそんなで競馬に関係ない話してしまったんですけども、コマーシャルの後は7月3日日曜日に行われました時代を担う4歳馬たちの戦い、 BG3 第16回白輪賞を振り返ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。1馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッズパーク、ザキヤンマ楽しむとこ見てみたい。はい、競馬競輪オートです。いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場、十勝村。バンバ魂。それでは7月3日日曜日に行われました時代を担う4歳馬たちの戦い、バンエイグレード3第16回白輪賞を振り返りたいと思います。注目を集めました人気上位馬、1番人気は桜姫、
2番人気はオーシャンウィナー、3番人気いわきダイヤということでしたが、結果はどうだったでしょうか。昨年オークスを制した桜姫、ダービーを制したオーシャンウィナーが人気を集めてるんですが、どうだったでしょうね。桜井さんの予想は3番の桜姫だったんですよね。そうですね、まあ、ちょっと馬は微妙になっちゃったかな、どっちつかずになっちゃったかな、はい、ちょっと弱気なコメントで、はいはい、それではレースの実況をお聞きください。帯広競馬場、今日のメインレースは帯広市開拓140年市政施行90年記念第16回白輪賞万栄グレード34歳重賞ロードが今年も始まります。さあゲートが来ました。10頭第一障害に向かいます。ほとんど横並び、3番桜姫、2番高波がわずかに前へといって10頭が一覧で一障害下ります。前2頭の後に4番のオーシャンウィナートップハンデ一旦止まりました。内からは1番ネオキングダム、2番高波、刻みながら歩を進めます。一覧で10頭 1,2 障害の中間を過ぎてペースが落ち着いてきました。2障害手前に各馬集まります。前半は57秒で来ています。さあ第2障害、10番いわきダイヤ、3番桜姫、そして4番オーシャンウィナー仕掛けました。さあ上がってきた3番桜姫、先頭で2障害降りていく、そして10番いわきダイヤ、4番オーシャンウィナー第2障害降りました。さあ前先頭3番桜姫に一気に4番のオーシャンウィナー並んで30メーター切りました。2馬身後ろ10番いわきダイヤ3番手、あとは開いた残り20。さあ競り合いだ、桜姫かオーシャンウィナーか、懸命な争い、あーと桜姫詰まって4番オーシャンウィナートップハンデが先頭に立った。その後ろ桜姫、4番オーシャンウィナー1冠目取りました。7月3日日曜日の白輪賞、この日の天候は晴れ、馬場水分は 1.2% で行われたレースです。お聞きいただきましたように、勝ちましたのは4番のオーシャンウィナー、勝ちタイムは1分50秒1という結果になりましたよ。そうです ね、人気の桜姫が盤石の逃げを打ったかのように見えたんですけども、まあ、トップハンデでもね、障害をすんなり降りたオーシャンウィナーが、まあ、その後足がすご降りてからの足がすごかったですね、キャンターでしたからね、まあ、さすがね BG1 2勝馬、まあ、このトップハンデで決して楽な条件ではなかったんですけども、勝ち切るあたりがやっぱりこの世代の本当の主役なんでしょうね。2着に、ね、時間も空けましたね、まあ、そうですね、まあ、スピードもあったし、もうやっぱりその強さ、もうオーシャンウィナーの強さだけが光ったレースにはなりましたよね。はい、トップハンデものともせずというところですね。いやもうあのね、降りてからあんな差を詰めてガンガンにね、もうサラブレッド走ってるみたいでしたもんね。そうですね、はい、なかった。改めて着順ですが、1着4番オーシャンウィナー、2着9番マサタカラ、3着7番みそぎほまれ、なお2番の高波は失格となり、3番の桜姫は競争中止となりました。ちょっとね、桜姫がね、あのレースの途中で止まっちゃって倒れ込むシーンがあって心配したんですけども、まあ、公式ツイッターなんか見ると、あの元気にその後歩いて厩舎まで帰って、無事だった、別に特に異常がなかったってことなんで、ちょっとほっとしましたね。はい、そうですね。先週ゲスト出演していただいたネットバンバ金太郎、板垣編集長、当たってたね、当たりましたね、負けちゃったね。なんかすっごいちょっと挑戦してましたけどでもあのね、ここはね、紐は僕も当たってんだよ、だけどやっぱそのどっち褒めするかで負けちゃったね。潔いいんだか悪いんだかよくわかんないけど、いや次は勝つ、はい、そうですか、はい。菊池和樹騎手ですね、中島調教師ともに白輪賞初制覇となりました。菊池騎手は前回のポプラ賞に続いて、オーシャンウィーナーとともに重賞勝利ということになりました。オーシャンウィーナーは重賞4勝目なんですね、まあ、強いわ、このね、混戦世代でちょっと一歩抜け出しちゃったね。そうですね、それではですね、白輪賞に勝利しましたオーシャンウィーナー騎乗の菊池和樹騎手に、7日木曜日にジャガの DJ 小山シータちゃんがインタビューをしましたので、その様子をお聞きください。したっけ帯広競馬場勝利騎手にインタビューしました編です。4歳1冠目の白輪賞を見事勝利ということで、本当に おめでとうございました。はい、障害を降りてからの足というかすごかったなと思うんですけれども、はい、菊池ジョッキーはどのあたりでこれは勝ったなというふうに思いましたか？
いやー、まだ競ってたんで、まだ桜姫の足色も良かったというか、まだ、うん、足色が一緒になっちゃったんで、ちょっと分からなかったですね、うんうん、本当にあっちが止まってくれるまでは、はい、分からなかったですね。もうとにかく必死でもう追いつき追い越せみたいな、止まった瞬間、あ、勝ったこれはもうオーシャンウィナー粘り勝ちみたいな感じで、はい、あとはもうゴール返してくれます。今回ちょっとトップハンデの720キロだったということで、はい、他の馬さんとは一番ねすごい、ハンデ差だと50キロほどあったと思うんですけれども、はい、はい、まあ、でもねこの勝利、その当日のオーシャンウィナーの状態ってどんな感じでしたか？本当に良かったですね、うんうん、ずっと前の週から運動してたんですけど、はい、本当にこんな調子いいのも久々だなってぐらい。あ、じゃあもうオーシャンウィナーはその本人っていうか本バーもすごいノリノリみたいな。うん、そうですね。ああ、そうだったんですね。手応え良かったです。今回のこの白輪賞で重賞がもう4勝目となりまして、結構同期と競ってた印象のあるこの世代だったなと思うんですけども、うん、まあ、4歳世代の中では一歩リードする感じ、ね、形になりましたかね。そうですね、やっぱ軽量戦で全部勝ってるんでね、うん、この世代ではまあ一番かなとは思って、ね、はい、うんうん、菊池ジョッキーから見て、うん、オーシャンウィナーのいいところというか、いやここがかっこいいよねっていう部分はどんなところでしょうか？かっこいいまあ、本当に力っていうか本当瞬発力がすごいなって思って、うん、本当に去年の秋ぐらいから本当に馬も大きくなって、オープンバーと並んでも遜色ないような大きさになってきた。この まずは世代ラストシーズンの1冠目というのをもう今回の勝利でかっこよく決まったという感じなんですが、はい、菊池ジョッキーの今シーズンの目標を、こうオーシャンウィナーの目標と菊池ジョッキーの目標とちょっと1個ずつ聞いてもいいですか？まあ、オーシャンウィナーは、まあ、三冠取れれば最高なんですけど、うん、まあね、そうですよね、うん、まあ、わかんないですけど、とりあえずいい成績、まあ1個取ったし、あと出馬賞も取りたいな。あ、出馬賞、そうですね、とりあえず、はい、いいこと取ったんで気楽ですねいやでも本当に勝ち方が漫画みたいでかっこよすぎてびっくりしましたはい、まず、うん、菊池ジョッキーは以前私別のインタビューの時に、はい、こう夏になると1レースごとに体重が1キロ、ね、1日経ったら体重が1キロ減ってしまうみたいな、はいはいはい、伺いましたけども、これから暑くなりますが どんな風に過ごしていきたいですか？あ、本当、まあ、うん、みんな暑がってますね、他の騎手はこの間暑い時も、本当に体重は落ちたんですけど、あら、そんなにまた戻ったすごいなんか夏の運動部みたいな、まあ、運動部よりも動いてますからねわかりました。ちょっと体調にだけは気をつけて、はい、夏のレースはお強いとは聞いてるんですけども、得意というか、はい、いや強いというか、まあ、他の人が弱いの、うん、じゃあ最後になりますが、はい、リスナーの方に向けて一言メッセージいただいてもよろしいでしょうか？そうですね、まあ、今時期、まあ、コロナなんですけど、まあ、それだけ気をつけてぜひ場合競馬も楽しんでいってくれればと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。7月3日の白輪賞を勝ちましたオーシャンウィナー騎乗の菊池一樹騎手の勝利ジョッキーインタビューでした。なんか桜井さんが聞くインタビューと小泉慎太ちゃんが聞くインタビューのそれぞれ騎手の皆さんちょっとやっぱ違いますね。いやね、小泉ね、菊池ジョッキーって結構ねリモートの関係なんですよ、仲いいんですよ。そうです、結構ねリモートで取材してるんですよ、まあ、仲いいっていうのが、まあ、仕事上ね、もちろんもちろん、うん、だから話しやすそうでしたよね。そうですね、はい、どうでしたか？いや、やはりね、話し合ったように世代でトップだってことをかなり強調してたし、うん、やはり定量戦でこれまで勝ってたように、今年も天満賞、ね、今シーズンも天満賞かなり有力だと思いますよ。で、問題は次ですね、2冠目、うん、そこはやっぱりハンデ厳しくなるんで、さらに、うん、そこを取って三冠取るシーンを見たいですよね。まあ、今回もダントツのトップハンデだったわけですから、うん、ただまあ、さらにそうですね、また賞金途中のレースで、うん、
重ねたりとするとさらに厳しくなったりするので、そこあたりが今後自分馬自身との戦いになるんじゃないですか。そうですね、はい、ということでオーシャンウィナー騎乗の菊池和樹騎手のインタビューでしたが、全体的に見てこの4歳の今回出た馬たちの中で何か気になるところ、期待するところ、ね、あのこの2頭桜姫は結局こうちょっと残念な結果だったんだけど、やっぱ積極的にいった結果、あとやはりかなりタフな展開、あのちょっとね、ババも可愛いってきて、タフだったってことも影響したと思うんですよ、オーシャンウィナーもだいぶ意識してきたし、やはりこの2頭、この世代の牝馬と男馬のね、この2頭がやっぱり世代的には一本抜け出してるかなって気が印象ですね。それぞれの力はもちろんあるんだけれども、この日の天候が晴れで馬場水分が 1.2% で、そして同じ年代年 でこれだけハンデがあって、やっぱり強い馬が勝って、そして負けられないっていう焦ったところでっていう、なんかドラマが見えましたね。まあ、そうですね、あの2強はなかなか両立しないケースが多いんですよね、こういうやっぱりもう被っちゃうと負け、どっちかがね飛ぶケースってたまにあって、やっぱりお互い意識しちゃうんだよね、どっちも勝ちたい分ね、はい、そうですね、こんな中で人気薄と言っていいんでしょうかね、10番人気だったみそぎほまれが3着に入るというね、この馬ね僕ずっと注目してるんですよ。そうなんですか、当たり気っぽくね、いやあの一応買ってたんだよ今回もだけど、あの軽い方がいいかなと思った、意外とこの結構まあまあサムな展開が決まったんで、もしかしたら調子が良くなってきたかもしれないですよね。まあ、なんかちょっと見えてきた、出来上がってないところももちろん4歳ですからありますけど、この年代次の面白さを提供してくれるかもしれませんね。まあ、その2年前メモロボーサップ、去年はあれですよね、長英流と、今回そうです、ね、もうここはオーシャンウィナーが今度小馬先生に乗り込んでいくシーンが早く見たいですね、ここで一旦注目の各馬の様子という感じでしたね、はい、桜井さん毎週3000円ずつ買ってますが、今回そうですね、収支がマイナス19,000円、回収率が 42.4% となって、反省しました、はい、来週頑張ってください。ごめんなさい、負けました、あ、認めた、はい、偉いぞーみたいなということで来週の話になりました。コマーシャルの後は10日日曜日のメインレースファイターズ杯の予想と展望に参ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ、1馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい、はい、オートレース、いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ、全部楽しんだもん勝ち、オッズパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ、帯広競馬場、十勝村。バンバン魂、続いては10日日曜日のメインレースファイターズ杯の予想と展望に参ります。桜井さん、このファイターズ杯というレースはどうなりますか。コバのオープンの一戦で、オープンの A1 の混合戦ですよね、まあ、本当のもうあの重賞のバリバリの G1 レベルは出てないんですけど、まあ、もちろん勢力的には強い馬たちが集まってるんですが、この日あのファイターズデーってね、あのイベントやってるんですよね、はい、日本ハムファイターズと連携したイベントなんで、はい、それにちなんだレースだと思いますよね、はい、レース名だと思いますよね。なるほど、そういうことでファイターズハイという名前がついてるんですね。いろいろ場内だとプレゼントとかね、抽選会とかいろいろやって楽しそうです。僕もプロ野球大好きなんで、元プロ野球記者なんでね、あの行ってみたいなと思ってます、はい、元っていろいろ出てくるよね、はい、元いっぱいやってんですよ、いろいろ大変だったんですよ。じゃあとりあえず、はい、あの出走馬紹介していきますね、はいはい、10日日曜日のメインレースファイターズ杯です。1番ノエルブラン島津新太、2番コマサンエース金田力、3番心の宝渡来心、4番新鋭ボブ藤本拓海、5番甲州晴れがしい松田道明、6番雲海大将菊池和樹、7枠7番ゴールデン風神赤塚健二、7枠8番占領ボス長澤浩太、8枠9番オールラウンダー鈴木圭介、8枠10番コマサンブラック藤野俊一、
以上、ファイターズ杯はフルゲート10頭によるレースとなりました。9日土曜日の十勝毎日新聞掲載、ネットバンバ金太郎の板垣編集長の予想を見てみますと、4番の新鋭ボブにグリグリ、5番の甲州ハレガシーに丸、そして上から1番ノエルブラン、6番雲海大将、7番ゴールデン風神というところに印がついてますよ。桜井さんはどう見ますか？はい、僕は板垣さんの予想とちょっと今回は、ね、似てるんですけど。どうしたどうした。いやでも、ね、逆本命はね、僕甲州晴れがし、先週のね、月曜日それこそ大雨降った天の川特別、の、1着2着が新鋭ボブ甲州晴れがしだったんですね。で、新鋭ボブはやっぱりこう今週もちょっと雨予報なんで、はい、当然新鋭ボブはね、主役クラスになると思います。人気集めると思うんですよ、うん、ただ前回と比べてこれハンデ差がね、だいぶ縮まってるんですよ。先週が何キロ差だったっけかな、25キロ差だったのが今回10キロ差だから、これなら甲州晴れがしで逆転できるんじゃないかなと思ってるんですよね。なので僕本命は甲州晴れがし、相手に新鋭ボブということで、うん、馬服で2545556、この3点で勝負します。2と4、2のね、駒さんですね、うん、5の、うん、そうそう、雲海大将と、まあ、雲海大将は一番この中で実力派なんで抑えときたいところですよね、はい、以上、その心はみたいな。いやだからもう甲州晴れがしの方が今回は条件的には好転してるよと、うん、1週間もう開催帰りなんでね、2週連続でこの馬たち走ってきますけども、うん、まあ、あんま、2週連続なんでそんなに調子の変動もないでしょうし、うん、いきなりね、やっぱ5日、中6日のレースか、そんなに調子が落ちることもないと思ってるんで、そうなってくるとやっぱし、あとこのハンデさ10キロ縮まってる部分で甲州晴れがしの方上位と取りました僕は。相手に選んでる雲海大将はトップハンデの700キロになってるけど、ここは気にしませんか？まあ、そんなね、自身はこれ走れるんですよ、700キロぐらいは、うん、だからあとは相手関係なんで馬場がどうなるか、やっぱり軽くなってくれば新エボブあたりはね、先週もそうだったように有利になってくるんで、だから甲州晴れがしは軽い、それでも2着入ってたんで、この2頭はやっぱり軽い馬場だと強いと思いますよ。十勝地方月曜日まではものすごく暑かったんですけど、火曜日からはだいたい23度ぐらいの気温で、そして週末金土日、うんうん、土日月と雨の予想が出てるんですけど、うん、気温もそれほど高くなく雨、うん、もう降るんだったら、うん、ナイターでこの時間だと気温も下がってくるから、うん、やっぱり軽くなるでしょうね。これなんかちょっと毎週毎週同じこと言ってるんだけど、ババ読むゲームだね。そうですかね。まあ、それが万英競馬っていうのもありますけどね。金がね、収録の時で馬場読むのはちょっと難しいんだけど、うん、はい、天気予報とにらめっこですね。わかりました、はい、では今週は当てに行ってますね。もちろん毎週当てに行ってますから、はい、だんだん馬服とかで選ぶようになってきたりして。いや3連単はね、硬い時しか行かないです、うん、はい、そういうことです、はい、ということで10日日曜日のメインレースファイターズ杯、20時10分発送の予定です。桜井さんの予想を参考にしてください。高木さんも参考しよう、去年は先週は負けてるから。そっちの方がいいと思うけど。はい、はい、バンエイト勝ちからのお知らせがあります。8月14日日曜日に行われる重賞レース、バンエイグランプリのファン投票が先月25日土曜日から始まりました。バンエイグランプリはファン投票によって出走馬を選抜し、ファンの皆さんと一緒に盛り上げる夏の名物レースです。また投票いただいた方の中から抽選で十勝の畜産品や龍月の銘菓、クオカードなど素敵な景品が当たります。詳しくはバンエイ十勝のホームページをご覧ください。バンエイグランプリのファン投票、7月18日までとなっております。皆さんのお気に入りの一頭に投票してみてはいかがでしょうか。来週ですね、はい、そうですよ、はい、さてメッセージ来ましたよ。久しぶりの黒柴くんから来ました。またですか、ワンワンと来ましたか。ワンワンと来ましたか。待ってました黒柴くん。最近忙しくて久しぶりにバンバ魂を拝聴しました。お二人とも相変わらずですね。どういうことでしょうかね。なんかよくわかんないですね、でも、はい、グッドです、はい、さて万英競馬は万馬券が出ることが多いように感じますが、中央競馬より出走頭数が少ないのになぜですか。中央競馬は18頭立て、万英競馬の方が予想が難しいということでしょうか。それと犬でも馬券は買えますか。これ犬が喋ってるとは思えないですね、はい、とりあえずどうですか、まあまあ、とりあえず一番最後の、質問は、まあ、まあまあ答えなくていいとして、なんで場合がやっぱし荒れるのは体調面とかの判断が難しいっていう面があるかな。あとやっぱりその時その時条件が変わるのと、
あの賞金で の, はあの重量が結構変わるでしょ、うん、勝ったら勝つほどあの厳しくない、まあ、サラブレッドの競馬もそれはあるんだけど、うん、やっぱりサラブレッドって毎週毎週のように走らないから狙ったレース使えるじゃないですか。でもこの馬場はやっぱりあの変な言い方するとそんなにねあの、まあ、やっぱ 2週間に1遍ぐらい出てくるんで体調管理が難しいと思うんですよ、うん、そこを読むのが僕らの難しいところ。単なり強い馬を買ってたら、うん、当たりますよそれ。なんか桜井さんが言うとすごく難しく解釈がなってくるんだけど要するに万栄競馬は黒芝さんが言う通りに万馬券が出る、ね、出やすい。そうそうそう、だからそれが面白さなんですよ万栄競馬の、うん、あのね、硬くても結構配当つくの、うん、あの1点何倍、うん、サラベルトの競馬でさ地方競馬で 1.、うん、何倍とかよくあるじゃないですか、うんうんうん、2頭で買う、そういうのってあんまないんですよね。硬、ね、くても5倍6倍つくし、うん、本命対抗でも、そこ、ね、で穴も結構普通に出るから、うん、まあ、あのゲーム感覚でやっていただけるとすごい面白い。そうですね、ね、あのと思いますよね。なんか後の質問どうでもいい、そこに私は答えましょうか。それと犬でも馬券は買えますか。あの昔のようにあの口頭で、ね、窓口で何番何番って買えるとこだったらね買えるかもしれない。答える、答えるよ。でもきっと黒沢君で買うときにね、うん、1枠しか買えないワンみたいなね。単勝ですか。単勝ですか。ワン単勝ワンですか。それ落ちですか。それ考えた、だいぶ考えた。そんなことないけどちょっと、まあ、あと、はい、じゃあ、まあ、あの真面目に答えたらマークシートを乗る練習してください。それこそふざけた答えでしょっていう話で。はい、はい、ということで黒島さんありがとうございました。ありがとうございました。バンバ魂ではジャガーリスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。番組への質問や意見、桜井さんへの応援メッセージなど、そして競馬の楽しい思い出などどんな話題でも結構です。メッセージを送ってくださった方に、バンエーオリジナルグッズ皆さんにプレゼントします。メッセージはメールでお願いします。バンバアットマークジャガドット FM、 BANBA アットマーク JNGA ドット FM です。皆さんからのメッセージお待ちしています。ジャガバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送をお聞き逃しの際は YouTube、ポッドキャストでぜひお聞きください。来週は重賞レースバンエーグレード2第53回旭川記念の予想と展望に参ります。予定では騎手や調教師にインタビューもと思っていますけども、旭川県楽しみですね。まあ、四子重賞の、ね、第一弾ということで、うん、まあ、夏のね競馬重賞の伝統の一戦ですが、これねオーシャンウィナー想定高にいるんですよ。もう予想、ね、ボブサップとね、うん、青のブラックあたりと対決するの本当に出てくるのかな。 そ, うです、ね、そこ気になるな。旭川記念が来るとあ夏だなっていう感じが ね, ねしますよね。旭川のナイターでよく行ったな僕も。桜井さんの思い出をじゃあ来週聞きましょう。今週も予想と解説は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんでした。ありがとうございました。また来週。もう言っちゃった、はい、ではバンバ魂また来週です。杉山悦子でした。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイトカチの提供でお送りしました。ファン投票によって出走馬を決める夏の大一番第34回バンエーグランプリ、7月18日までファン投票を開催中。今年の出走馬を決めるのはあなた。投票いただいた方の中から抽選で700名に十勝のグルメ、メーカー、オリジナルグッズなどをプレゼント。投票はバンエー十勝公式ホームページ応募フォームから。声援が今力に。